はい、皆さんこんにちは。信長の野望の続きをプレイしていきたいと思います。今回からはですね、いよいよ、徳川との戦争に入っていきたいと思います。まず九州から中国地方にかけては、まあ、島津がもう本当に台頭してきてますね。総兵力数40万超えてます。で、四国は長宗我部、一部徳川に侵攻を許しているという状況ですね。徳川の兵力は70万超えても80万近いですね。さらには毛利が、ちょっと弱体化しつつあると。そして我が真田ですね、36万ということで、倍近い兵力差があるんですが、徳川に戦争を仕掛けてきます。まずですね、軍団を再編成します。一度軍団を解散させてもらった方がいいかな。大丈夫ですね。このまま行きましょう。このまま行きましょう。こちらの軍団を再編成するんじゃなくて、こっちだな。はい、あとここもかな。はい、で、攻略の指示を出しましょう。まだ家康とは手切りにはなってないんですね。では編成をしてですね、編成というか、まあ、解散かな。この伊達成光の軍団を解散して、上影勝の軍団と統合します。政宗に任せましょう。で、ここがちょっと軍団としては数が少ないんですね。拠点がこの2つの城はもうちょっと捨てざるを得ないので、捨てるつもりでいきます。で、雪村は直轄地で、戦いたいと思います。これでいいでしょう。これにですね、開発を直轄地では、国高重視で行って、外交で手切りを伝えます。はい、これでいいです。これで手切れしましたので、徳川と本格的な戦争を始めていきましょう。まず軍団の方にですね、攻略の指示を出していきます。これは軍団になってないから無理なんだな。そしたらここも軍団1個作っちゃいましょう。どうせ死ぬ軍団ではありますけども、一応ね、軍団を作ります。こんなとこでいいですか。はい、これでいきましょう。
陣します。我が軍略お見せしよう。まずここで戦争になりますね。我が戦お見せしましょう。出陣する。ご命令を報告いたす。先月の終始八王子城で戦闘になってますので、ちょっと八王子城の様子を見ましょう。ここか、政宗か。政宗だったらこらえてくれるとは思いますが、うん、ちょっと、ま、政宗に任せておきましょう。みんな遅れるな。ただテクも援軍を出してきましたね。ご命令を報告いたす。先月の終始です。この辺りはまだ戦争にはなってないのか。そしたら指示を出しましょう。進行の指示です。みんな遅れるな。出陣する。出陣します。お味方が捕らえられました。ご命令を報告いたす。報告いたす。これ連合は組めるんですかね。組めないと。八王子城の状況を見ましょう。政宗は撤退か。ちょっと兵糧が足りないんですね。見せてやろう。ご命令を報告いたす。報告いたす。我が領内に敵が迫っております。敵が我が領内に向かっております。我が領内に敵が迫っております。我が領内に敵が迫っております。2万3千総勢20万の大軍ですね。ちょっとどこを守るか考えた方が良さそうです。御殿場を守るのは大変そうだな。どこを守るべきか。富士吉田御殿場が最前線になってるんで、御殿場に出陣するぞ。雪村自ら出陣させましょう。御殿場をまず守るという作戦です。待機せよ。我が戦お見せしましょう。表情を始めましょう。報告いたします。まずは米を買っておきましょう。毎度で開発もしておきます。これでいいですね。敵が我が領内に向かっております。御殿場か。逃げたければ逃げなさい。我が方の城包囲されました。我が方の城、この2つは捨て城ですからね。城が取り囲まれました。結城城が囲まれたか。お味方が捕らえられました。城が取り囲まれました。我が戦お見せしましょう。清さんはちょっと劣勢ですね。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。どうなってるかというと苦戦か。苦戦を強いられていますね。攻略の指示を出したいところなんですが、出陣する。
ことはですね、この隙に兵が多分出てると思うんですよね。この辺りなんか特にそうですよね、少しばっかり兵力が散らかってる間に攻略をしちゃいましょう。道的に攻めやすいのはここかな。出陣するぞ。で、ここは動かない方がいいよな。さあ最前線吉田郡山城、もう富士吉田城はどうなってるか。富士吉田城は退けられそうですね。出陣する。味方が討ち死にしました。我が方の城奪われました。我が方の城包囲されました。助立ちいたす。ご命令くだされ、報告いたします。我が方の城奪われました。あ、城がどんどん取られてますね。養生を始めましょう。報告いたしますぞ。名古屋城もきっと落とされますね、この感じだと。敵将、お待ちした。逃げるなら今のうちだ。敵将捕らえたり。養生を始めましょう。捕らえたり捕られたりというところを繰り返してますね。どうなるかだな。東北地方が一つ戦いの要になりそうなんですが、この菅川城の戦いですか。ここが一つ肝になりそうですね。城が取り囲まれました。出陣する。我が戦お見せしましょう。城が取り囲まれました。いるのがここか。この岩村城はなんとか守りたいところなんですけどね。このままだとここは落ちそうですね。再び奪われそうです。腕が鳴るぜ。我が方の城奪われました。敵将仕留めました。島津義弘が死にました。養生を始めましょう。報告いたしますぞ。雪村が今どこにいるかというと、兵数は9000か。皆の者続け。雪村は一回騎乗させてですね、取引で米を買っておきます。何なりと申し付けよ。毎度大きに。敵将お待ちした。敵将捕らえました。我らに撃てる敵はありません。東北地方方面で、徐々にこっちが優位に立ちつつありますね。命令を下され、報告いたしますぞ。まず白鳥を小峰二本松と、この辺りで戦闘が起きてます。いずれも東北地方ですね。ちょっとこの辺り注目していきましょう。出
出陣するぞ。二本松城が取れるかどうかと、この相馬中村城ですね。表情を始めましょう。報告いたしますぞ。そしたら軍団が足りないと言ってますので、配属で呼び寄せます。移動先は こちらですね。ちょっと待ってくださいね。そもそもこっち、あ、すでにもうほとんど人がいないわけだな。なるほど。そしたらこの高岡、富山、七尾、多久田、松並、この辺りから人を少し移動させましょう。移動先は政宗のいるここです。二人いるようなところはね、もう変えていきましょうね。どこでいいですか。ちょっとね、政宗が希望している17人にはほど遠いんですけど、7名ほど増員しました。敵将、捕らえました。取りましたね。無事にするな。恩義も取りました。始めましょう。報告いたしますぞ。次戦いの場がこの名古屋になると思うんですが、敵がかなり兵力を充実させてきてますので、この名古屋もきっと取られるんでしょう。取られるんでしょうが、こちらとしてはこの江戸、そしてこの小田原、この2つの城をまず取るっていうのを目標に頑張っていきます。そしてですね、ちょっとあそこの城が、誤爆したぞ。敵将、捕らえたり。お命令を下され。先月の終始です。したらですね、まずは外交で、交渉で従属を促しましょう。そしたらここからはもう人をね、一人も置いとく必要がなくなりますからね。で、軍団で編成で、ここで本拠地を小泉城にしましょう。で、お、小泉城じゃダメだと。それではこの二本松城にしますか。いや、何がしたいかというと、この最前線の小峰城かなを、軍団の配下に加えたかったんですね。で、一方ですね、こちらの軍団はというと、本拠地をここに変えて、この前線により近い方まで含めるようにして、逆にこの上の方はね、もう無視と。
という感じです。これでいいでしょう。で、米を相変わらず買います。で、取引で御用を受けたまわりますね。ありがとうございました。あとはですね、配属で駿府から、そうですね、政宗の軍団に3人派遣しましょう。もうこれ以上は無理かな。違う、移動元、移動先がまあどこでもいいですね。で3人出します。でさらに移動で、移動先をお峰城で、ここも雪村から4人出しましょう。はい、一番北にいる大名、名前なんだっけな、忘れちゃった、あを従属させました。お、かわいいですね、松前だね、松前光さん。ご命令を報告いたす、報告いたす。そしたら外交で、工作で、敵が我が領内に向かっております。敵が我が領内に向かっております。敵が我が領内に向かっております。我が領内に敵が迫っております。まず最重要防衛拠点の名古屋は疾患は免れられないでしょう。となれば例によってこの御殿場城ですね。ここは絶対に守りたいので、御殿場に雪村自ら出陣。出陣します。戦場へ参る。待機せよ。ご命令を報告いたします、報告いたします。名古屋城は守れるのか。数が多すぎるな。敵が迫っております。敵将捕らえました。出陣します。敵に城を奪われました。名古屋城はあっさり落ちた。包囲されました。お味方が捕らえられました。表情を始めます、報告いたします。小山はどうなんだ。小山も守りきれなそうだな。刈谷城が守れるかどうかですね。お味方が捕らえられました。出陣するぞ。ご命令を報告いたします。御殿場がどうなってるか。御殿場は絶対取られたくないんですけど、御殿場がどうなってるかというとかなりピンチではあると。援軍もちょっと頼めなそうな感じかな。城が取り囲まれました。
ご命令を報告いたします。先月の収支です。報告いたします。雪村一回使用させるしかないか。ちょっと御殿場も危ないですね。大田原城は落とせるでしょう。おそらくこの飯野平城も落とせると思います。我が戦お見せしましょう。我が戦お見せしましょう。城が取り囲まれました。我が方の城包囲されました。お味方が捕獲されました。ご命令を報告いたす。報告いたす。敵将捕獲しました。我が戦お見せしましょう。敵将捕らえたり。ご命令を報告いたす。報告いたす。東北地方から関東に向けて進軍はうまくいってますが、逆に、この名古屋方面がかなり取られてますね。刈谷城はなんとか守ったものの、この御殿場城を取られました。まあ、御殿場は一つ防衛の重要拠点と位置づけてただけにちょっと痛いですね。行商を始めます。先月の収支です。御用を受けたまわります。まずはこの東北方面がどんだけうまく推移してくれるかですね。烏山城も取るでしょう。敵将捕らえたり。ご命令を。先月の収支です。金がないと。我が戦お見せしましょう。出陣します。出陣します。宇都宮城はかなり厳しい戦いになりそうですね。行商を始めます。報告いたす。ただ宇都宮城は取りたい。宇都宮城に徳川からの援軍はただ出てこなそうですね。これだったら宇都宮取れそうです。宇都宮に徳川の援軍が来るとかなり厳しいかなと思ったんですが、我が領内に敵が迫っております。敵が我が領内に向かっております。この辺りに7万か。刈谷城に来る7万を食い止めるのはかなり難しいな。福島正則7万相手には無理だ。で五国寺、うわここも厳しいな。出陣するぞ。雪村が5000の兵を引いてどうにかなるわけではないけども、ちょっとでも敵の戦力を削いでおきましょう。出陣します。この戦我らの勝ちだ。敵将捕らえたり。止まれ。敵将捕らえたり。出陣する。表情を始めます。報告いたします。出るぞ。必ずや勝つ。助立しよう。ご命令を。
報告いたします。先月の収支です。ご用を承ります。金は行きましょう。いくらあっても困らないのが。ありがとうございました。我が方の城、包囲されました。城が取り囲まれました。我が方の城、包囲されました。お味方が捕らえられました。かなりピンチですね、この辺りは。もうちょっと早く、東北方面軍が関東に攻め入ってほしいな。お味方が捕らえられました。ご命令を報告いたす。先月の収支です。軍団をちょっと再編成してですね、こちらの軍団にここも含めましょう。国見ネーションですね。他城を攻めてるんだよ。敵将、捕らえました。ご命令を報告いたす。報告いたす。逃げるなら今のうちだぞ。唐沢山城も取りましたね。意外と前線してるな。敵将捕獲した。表彰を始めます。報告いたす。守りたい。出陣するぞ。我が策、戦場を制す。ご命令を報告いたす。報告いたす。するぞ。いざ参る。我が策、戦場を制す。この北関東、影勝が死んだか。表彰を始めます。報告いたす。報告いたす。お、だいぶ仲間になってくれる人が多いぞ。101。相変わらずだな。ただ徳川毛利が滅びそうですね。出陣する。いたす。先月の収支です。出陣するぞ。出陣します。落とせなかったのか。出陣するぞ。表彰を始めます。報告いたす。
天馬城を取り返すっていう五穀市場か。命を惜しまるして取りましょう。ここは取り返しましょう。敵が我が領内に向かっております。我が領内に敵が迫っております。敵が我が領内に向かっております。浮村は予定を変更して富士吉田城。松倉城は持ちこたえられるのか。ま、ごめんなさい、松倉城がどこかわからない。どこだ、持ちこたえてくれとしか言いようがないな。こりゃ岡崎は疾患するのは間違いないですね。富士吉田城は守りきりたい。出陣する。敵が我が領内に向かっております。待機せよ。あー、何表情を始めます。報告いたします。報告いたします。どういうことだ。ご命令を報告いたします。先月の収支です。岡崎城の疾患は免れられないか。我が策お見せしましょう。我が法の城包囲されました。ここか。ここが落ちるのか。お味方が捕獲されました。ご命令を報告いたします。先月の収支です。城が取り囲まれました。松倉城ってのはここか。厳しいな。松倉城も救えそうにないですね。城が取り囲まれました。どこが。富士吉田が落ちる。そりゃまずいな。正宗の5900、正宗の5900でなんとか撃退できるかな。ご命令を報告いたす。報告いたす。城が取り囲まれました。岡崎が疾患するか。よし、なんとか。お味方が捕らえられました。富士吉田は守りきることができましたけど。先月の収支です。おー、かなり押されてますね。で、小山の方はどうなってるかというと、5000の兵か。小山も取るまでには至らなそうですね。ご命令を。総攻撃をかけてもらいたいところなんですけどね。
ご命令を。報告いたす。報告いたす。さてと。始めます。報告いたす。出陣する。我が戦お見せしましょう。我が策、戦場を制す。犬死にするな。生きるのだ。表情を始めます。報告いたす。ここでもうこの小山を取りたいんだ。出るぞ。必ずやしてでも取る。お見せしましょう。ご命令を。報告いたす。報告いたす。兵力的にはどうなってんだ。徳川が74、まあ、ほぼ変わらず。島津がだいぶでかくなってきてますね。毛利は風前の灯火。我が真田45万、まあちょっと増えたって感じですか。敵将捕らえました。敵が我が領内に向かっております。我が領内に敵が迫っております。吉田城に5万の兵か。これは支えられないな。で、上出城にここも5万ぐらいの軍勢でしたよね。支えられないな。まあただ雪村自ら出陣させましょう。出陣するぞ。出陣します。助立ちいたす。お助けいたします。加勢いたす。ご命令を。報告いたします。先月の収支です。加勢いたす。出陣するぞ。大部的な兵力は削いだはずですね。ご命令を。報告いたす。報告いたす。福島正則死んだか。表情を始めます。報告いたす。出陣します。お
味方が捕獲されました。城が取り囲まれました。吉田城はもうしょうがないな。長塚正義も死んだ、まあ、長塚正義はどちらかというと官僚タイプの武将だったのでいいんですけど、今はまさにね、武勇に優れた武将が欲しい。城が取り囲まれました。我が王の城包囲されました。ご命令を報告いたす。先月の収支です。報告いたす。我が方の城包囲されました。どこだ、富士吉田か。持ちこたえられないな。命は惜しまぬ。雪村が救いに行ってくれ。ちょっと兵数が少ないですけど持つか。表情を始めます。報告いたします。出陣します。よし、撃破しよう。加勢いたします。これならシグリーズを受けられるはずだ。加勢いたしますぞ。表情を始めます。報告いたします。もうここまで来ると個人というか、あの誰かをどっか動かしてというよりかはもうちょっと対極的なね戦い方しなきゃいけないんでしょうけど、これぞ我が軍略、我が魂よ。待機せよ。騎乗する。吉村は騎乗をさせて兵力を、もう一回も充実させましょう。関東は制覇できそうだな。我らに撃てぬ敵はありません。ご命令を。先月の収支です。報告いたす。皆遅れるな。出るぞ。必ずや勝つ。出陣する。石岡城、結城城、この辺りはもうさっさと取りたいですね。北関東は。ご命令を報告いたす。報告いたす。戦場へ参る。出陣します。だいぶ大部隊が動いてるな。まさに東北方面軍が総攻撃をかけてる感じですね。これは圧巻だな。すごい数の部隊が動いてます。我らに撃てぬ敵はありません。敵将捕らえました。戦場へ参る。敵が我が領内に向かっております。ここだよな、きついのが。まず富士吉田ね。命を惜しまる。いいでしょうか。吉田城は危ないな。敵将捕獲しました。飯田城もどうかちょっとわからないですね。ご命令を報告いたします。富士吉田だけは絶対守りたいです。されてるな。ご命令を報告いたします。報告いたします。お味方討ち死に。つくどちしよう。吉田城がついに走るか。敵将捕獲した。敵将捕らえました。加勢いたしますぞ。加
制しよう。我が戦お見せしましょう。お味方が捕縛されました。助立ちいたす。ご命令を報告いたします。報告いたします。一刻も早く関東方面軍が到着してくれることを祈るしかないな。包囲されました。お味方が捕らえられました。敵将捕らえたり。ご命令を報告いたします。ここで一旦軍団の再編成をしたいと思います。辺りを拠点を全部この軍団の配下に収めましょう。で、代わりにこちらの軍団の本拠をここまで下げます。でここから上はあまり意味ないですからね。好きにやってくれっていう感じですね。ただそうは言ってもですね、一応その兵糧とかそういうのを運んできてくれるという、提供してくれるという重要な役割はありますから、一応軍団としての体裁は整えておきましょう。戦お見せしましょう。出陣する。みんな遅れるな。表情を始めます。報告いたします。ちょっとあと、1年間だけやらせてくださいね。先に進めちゃうだけなので、ここはもうガシガシ進めていきます。敵将お待ちしな。出陣するぞ。吉田城は一応守り切ったと言っていいのかな。表情を始めます。報告いたします。雪村を城に戻るぞ。出場させましょう。我が戦お見せしましょう。敵将捕らえたり。表情を始めます。先月の終始です。なんといってもまずこの関東をね取ってしまわないと話にならない。敵将捕らえたり。取ったんですね。命にするな。川越生きるのだ。よし、だいぶ関東は攻めてる。真田の領地になりつつあります。あんまり操作してないで、プレイしてる実感はないかもしれないんですけど、すごく興奮はしますね、やっぱり。そして今元桜も攻めてますね。このまま行けば元桜も落とせるか。だいぶ消耗戦になってますね。ご命令を報告いたす。先月の終始です。報告いたす。敵将をすぐ取り返した。敵将捕縛した。ご命令を報告いたす。報告いたす。そしたら護国寺城を取り返しに行けるかな。ちょっと無理か。
我が領内に敵が迫っております。5万か、飯田城、飯田城に雪村を派遣させましょう。兵糧が足りないと出せないのか。ご命令を報告いたす。報告いたす。出陣できるか。ご命令を報告いたします。報告いたします。敵将、お化けした。出陣します。敵に囲まれたが。待機せよ。我が方の城、奪われました。お味方が捕獲されました。遅かったか。ご命令を報告いたします。先月の収支です。宮の者、続け。助太刀いたす。助太刀します。ご命令を報告いたします。報告いたします。だいぶまた増えました。あ、家光がいた。殺しておくべきだったな。我らを加勢する。ご命令を先月の収支です。ご命令を報告いたします。出るとするか。加勢いたす。取り囲め。加勢いたします。ご命令を報告いたします。報告いたします。関東はどうなってる。一時兵を今蓄えてるって感じですかね。江戸総攻撃、八王子、玉縄、小田原、もうあとはこの辺り献上しかないですもんね。ただただですよ、江戸総攻撃、我が戦お見せしましょう。江戸総攻撃です。いざ参ろう。この江戸総攻撃戦が終わったら一旦終わりにしたいと思います。我が戦ご覧に入れよう。敵将捕らえた。出陣します。行きます。我が策、戦場を制す。ご命令を報告いたします。先月の収支です。もう江戸総攻撃がどういう形で終わるかですね。行場を始めます。報告いたす。出陣する。すごい人が死んでってんだろうな、これ。ご命令を報告いたす。報告いたす。出
陣する。我が祖国戦場を制す。表情を始めます。報告いたす。さあ江戸城どうなるか。落とせるか。落とせ、江戸落とせ。よし、ほぼ江戸は落としたと言って、落としましたね。さあ江戸城を落としたので、この江戸総攻撃は成功ということで、次回はですね小田原攻めしていきたいと思います。